はいどうも皆さんこんにちは、しょうゆ TV でーす。どうもとみかんでーす。こんにちはーす。はい、というわけで、はい、今回は対決をしたいと思います。よっしゃー、いいですか。はい、いきましょう。大丈夫ですか。本格的にいきます。さっきキャッチボールしたけど、いかつかったから。やばかったよ、速さが。いやいかつかったから。いきます。じゃあ負けませんからね。いや負けないですよ、はい、うん、はい、で、1人3打席いきましょう。1人3打席、はい、3打席で、1安打以上、うん、打てば、うん、勝ちってことで。なるほど、よっしゃ。ええー、の3の1ですよ。打っちゃうよ。3の1でも勝ちで。伊藤いいよ、だって俺。お、伊藤いいよ。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 フォローする。バッと打った後のフォローする。伊藤いいよ、俺打つよ。まあまあまあ、うん、はい、そんな感じで対決をしたいと思います。はい、怪我しないように。はい、そうですね、それが一番です。デッドボールありえるんで。怖なってきた、急に怖なってきた。それではやってきます。はい。と、その前に、ピッチング前に行っている肩甲骨肩周りのほぐし方というのをちょっと元トレーナーの方に聞いてみたんで、そちらをご覧ください。去年ですね、 MLB ドリームカップで一緒に戦った舘野くんをお呼びしております。試合前のアップをしたくて、肩甲骨肩周りをしっかりほぐしてから試合に臨みたいんですよ。ピッチャーの肩周りとか、いろいろあのほぐし方をちょっと教えてほしいんですけど。はい、まずはダイナミックスというメニューがありまして、肩回したりとかする肩周りのウォーミングアップ、それを紹介していこうかと思います。はい、1種目目が走りながら腕を回していきます。1、2、3、よいしょ。1種目目は片割れずつ走ってきます。同じように走りながらです。ちょっとだけやります。3種目目が、まずは開いて胸を開きます。で、その次に横にやっていきます。これも走りながらです。これらをやる時のコツを聞いてみました。腕を大きく回していくんですけど、腕だけじゃなくて鎖骨のあたりであったり肩甲骨のあたりも一緒に大きく動かしていきます。とにかく大きく柔らかく、余計なこう力入れてこう奥にやったままに意味がないので、力を抜きながらやっていくことを意識してください。ざっくりとお聞きしましたが、試合だけじゃなくて練習の時も毎回やってます。あ、やっぱやった方がいいんだ。はい、やってます。常にね、絶対肩甲骨周り大事なんで動かしてください。わかりました。はい、舘野くん実は YouTube 始めました。で、舘野くん名前なんだっけ。草野球プレイヤー元という名前で YouTube 始めました。チャンネルの内容としてはまだ始めたばっかりなんでちょっと未定なんですが、トレーニング関係、栄養学、ピッチング関係でいこうかと思ってます。おー、いいっすね。今後に期待しましょう。はい、舘野くんのチャンネルは下の概要欄に貼っておきますので、そちらから、チャンネル登録お願いします。はい、といった感じで肩甲骨肩周りをしっかりほぐした後に対決をしてきました。こちらをご覧ください。ファール？ファールボール。うわあ！すごい変化や。
追い込まれたぞー。おー、危ねえ、危ねえ。チェンジアップ。うわうわうわ、ヒットでしょ、これはヒットでしょ。やったー、やったー、ナイスバッティング、やったー、見事3打席目でセンター前、やったー。やられたやられた、伊藤さんありがとう。いや、伊藤さんありがとう。見事だ。まあ、2打席目は失速したけど、確かに3打席目はいい感じでこう、あの多分ツーシームやから、2打席目が多分まっすぐ待ってて振ったけど、先っぽ当たってめちゃくちゃ失速して、あショートフライみたいな感じ。最後やられた、やられましたね。はい、これは嬉しい。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ次はマッシー、マッシーですね。マッシーで僕ですか。はい、負けないぜ。はい、いきまーす。はい、ピッチャーだーい。当たったよ、当たった。あ、前に飛んだよ。それは飛ぶやろ。皆先目。はい。前に飛ばへん。うお。セカンドフライ。終了。4打席目。うわ、はいや。うわ。ど真ん中や。ノースイング、ノースイング、ノーセーフ。というわけでやってきました、はいはい、結果は、はい、ヒットを打たれたということで、はい、しました。うどんとみかさんの勝利。よっしゃー。やっぱ一番の勝因わかりました。このネックレスっす。これすごい。そうかもしれない。これが確かにこうなるところを交差したんですきっと。確かに体感で耐えたんや。これつけてなかったらナイアゴラやったと思う。そうですよ。つけてたからこうやつの方がいいっすよね。つけてるやん。つけてないからやん。そんなことないよ。いや、そんなことあるよ。つけてるから打ったんや。それもあるかもしれんけど、言い当たりしてなかったもん。言い当たり一つなかったもん。つけてたら多分全部言い当たりするから。え、そんなすごいのこれ。はい、感を与えました。で、途中糸井さんに見えるって言って。そう。投げるんだ。怖くなった。糸井さんのおかげです。ありがとうございます。ちょっと、ガタイがやつ。
ちっちゃいね。小糸いです。小糸い。はい、小糸い。ちっちゃい糸です。あの、課題無理ですね。というわけで今回は対決しました。負けましたけど、はい、またもしよかったらね、はい、コラボの方よろしくお願いします。ぜひぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。はい、うどんとみがさんのチャンネルは、下の概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。お願いします。はい、というわけで本日の動画以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、はい、よろしくお願いします。それでは、お願いします。